新源骨ラーメンのその紹介の YouTube がめちゃくちゃ良かったんですよ。何が良かったって、これ怒らないで聞いてくださいね。めちゃくちゃダサかったんですよ、演出が。もうめちゃくちゃダサくて、いや最高だったんですよ、それが。もうその新源骨ラーメンの、味見をする試作品が完成したから味見をするっつうので飯田商店に花月のスタッフさんも集まって、で飯田さんがこう麺揚げをするんですけど、ちょっと味見に集中したいんで全員出てってもらっていいですかつって、いや嘘つけと、嘘つけっていうなわけないだろって、んなことするわけないだろって思ったんですけど、でもなんかその演出、過剰な演出が、いやなんか自分がラーメンをこうね、ブラウン管の前で見ていた、ラーメンがすごい良かった時代の雰囲気がすごいまとってて、いやーこういうのやっぱ好きだな僕はって思いましたね。うん、でそれがさ、テレビとかもでもいいんですけど、そういう YouTube とかでこういろんな人に見てもらえるっていうのは、いや僕はすごい好きでね、こういうのどんどんやってほしいなっていう風に思いましたね。うん、いや本当怒んないでくださいね、別に茶化してるわけじゃない、茶化してはいるか、はいすいません、いや本当に大好き、愛を持ってっていうかことなんで、はい。で新源骨ラーメン食べに行ったら、花月に冊子が置いてあって、これ見てください、次の限定らしいんですけど、だるま大使、これいや群馬県の豚骨ラーメン屋さんなんですけど、僕行ったことあるんですよなぜか。ですごい印象が良かったお店なんで、結構これ楽しみで、だるま大使はかなり濃厚な、ちょっと重たさも感じるぐらい、まあしっかり炊かれて、まあ気持ちオイリーな、はい、豚骨ラーメンだったなっていう、すごいいい印象があるんで、ちょっとこれね、4月12日から、はい、やるみたいなんで、ちょっと楽しみだなっていう感じですね。僕ちょっとこれは行っちゃうかもしんないです。はい、今回は花月の宣伝しかしてないっていう、お前は花月の回し者かっていう感じになっちゃいましたけど、はい、まあとにかくやっぱりこう力を持ってるラーメンチェーンだから、なんか業界になんていうのかな、いい影響を与えるようなこともたくさんしてくれてるなっていうふうに思ったので、ちょっと正直僕のアンテナが花月の方向いてなかったから、ちょっとこれからはね、花月さんの、限定なりいろいろそういう、企画なりっていうのもちょっと逐一チェックしていこうかなというふうに思いました。はい、ということで今回こんな感じです。ありがとうございました。